さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。それでは久しぶりの毎日メイクを行っていこうと思います。まず日焼け止めとして使っていくのはこちらグダルのものですね。これはクリオのものかなを使っていきます。最近なんか季節の変わり目だからなのかすごく肌荒れをしてしまっていてちょっと見苦しいんですけどお許しくださいね。でこの日焼け止めは結構そういう肌質に合うマイルドなタイプなので愛用しております。はい、日焼け止めはこんな感じ。本日使用していきたいのはこちら、このロレアルのスティックは見ていただくと分かるようにカラー別になっていて、カラーコンシーラーとかあとハイライターチークっていう風に使い分けができるようになってます。でチークカラーがね2つあるのでお見せできるようにしてみますね。で他のものは全て使ってメイクをしていこうと思います。なのでファンデーションを塗る前に使っていきますね。最初にこの1番のカラーを使っていきます。この1番のものはこっちだねはい、こちらはどういう色かっていうとクマとあとくすみとかを消してくれるものになります。オレンジがかったピンクとコーラルっぽいピンクとあとは紫っぽいお色が入ってます。パープルっぽいお色ね。中身はこんな感じです。でこの絵に書いてある通りにつけていこうと思います。なのでクマの部分にこのピンク色こんな感じで、ちょっとこのパープルをくすみが気になる部分、はい、こういう風につけていこうと思います。そうしたら次にこの2番のお色を使っていこうと思います。これは緑、黄緑とあと黄色のカラーが入ってるんですけど、この黄緑は赤みに使っていって黄色はシミとかニキビ跡に使っていくそうです。赤みか、私はこの辺とか赤みはそんなに意味はないかな。うん、この辺に使うすごいね。この辺に使っていって、こっちの黄色はこれはニキビ跡、こういう部分、結構最近ニキビができちゃっててこの辺にもニキビ跡があります。こういう風に隠していきますね。そしたら次にチークは後でちょっと使っていきますね。なので、でハイライターもファンデーションの後に使っていこうと思うんで、まずこのこれをなじませて、であとその上にファンデーションをのせていきます。見えるかな、これをスポンジでなじませていきます。それではスポンジにはこのイニスフリーのノーセバムっていうちょっとこうテカリを抑えてくれるスプレーを振りかけてちょっとしっとりさせてからなじませていきます。このスポンジは普通にダイソーのです。韓国ダイソーのね。こんな感じに馴染んだのでその上からファンデーションを塗っていきます。ファンデーションはこのエスポアのエスポアプロテーラーファンデーションビーグローのアイボリーを使っていきます。これはミニサイズなんですけど、このファンデーションすごくこうベルベットっていう感じ、肌に密着してくれて、でちょっとマット仕上がりなんですけどセミマットみたいな感じで潤いも出してくれて、かつマットみたいな、結構私すごく愛用してるアイテムになります。
これをでも今日は結構コンシーラーでカバーしたので薄付きで使っていこうと思います。一度こういう風に手に取ったらこのスポンジにポン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 ってしてちょっとカバーしたいところを中心に塗っていこうと思います。であんまり厚塗りしちゃうと今日はコンシーラーもたくさん使ってるので厚く見えちゃうからカバーしたいところを中心に薄く塗っていきます。そしたらハイライターを使っていこうと思います。こちらの6番のロレアルのものね。今日私は実はペンションの外の芝生刈りをしてなんで手が震えてるの。芝刈り機を使ったんですけど、ハイライターなんですけど用途に分かれてて、このちょっとピンクっぽいこちらは肌なじみがよく自然なので、この頬骨のあたりとかあとこの顎のあたりにつけていきます。で逆にこのちょっとなんていうのかな、ホワイトパールみたいなのが入ってる方はこの鼻筋のところにつけていくそうです。なのでまずこれね、で鼻筋も真ん中だとこの部分だけにつけていきます。一番笑った時のこの辺ちょっとキラッとするようにつけていきます。そしたらまたスポンジでなじませていきます。お、すごい綺麗なパール。うーん、なるほど。お、すごい、なんかすごい肌が一気に綺麗に見える感じがします。なので全部つけてみた感じはこんな感じです。とそうしたらまず眉毛とか描いていきますね。さらっといきますね。デジャブステイナチュラ R3 番のライトブラウンになります。こちらを使って眉毛を描いていきます。最近は眉マスカラをしない方が髪色とこう馴染みがいいのでこのまんまにしようと思います。でアイシャドウはいつものお気に入りのカラーグラムヒッペンシェードシャドウミルクティーラテ2番のお色です。まぶたに塗っていこうと思います。こんな感じでちょっとこうパール感を出したいので今日はこのイニスフリーの21番のチャギャコタバイっていうのを使っていきます。この真ん中あたりにのせていきます。こんな感じ。あとちょっと下まぶたに少しだけのせていきます。じゃなくてアイライナーはのいつものグラムロックトゥークールフォースクールのものを使っていきます。で最近もね目尻だけ描く感じなのでちょっと点線を描くようになる感じです。なんかどちらかというと眉あまつげの延長線上って感じのアイライナーの描き方をしてます。そしたら、チークの方に入りたいと思います。まず最初に使っていくのはじゃん、この3番のスティックチークですね。これもちょっとチークっぽいハイライターとこの上につけるハイライターと血色感カラーっていうのの2色になっていて、まずこちらがハイライターの方ね、こちらがチークの方です。ちょっとこう、ヴィンテージローズみたいな感じのくすんだいい色ですね。つけていこうと思います。
これがハイライターなので、ハイライターをここに乗せていきます。で、このチークの方を下にこんな感じで乗せていきます。これはね、多分指でトントンってなじませた方がいいかもしれないので、指でなじませていきます。なんか結構潤いもあるので、すごいツヤ肌に仕上がりそうな感じです。うん、なんかすごい肌に馴染んでくれるカラーなので、あんまりチークが苦手っていう方も無理なく使えるカラーじゃないかなって思います。お、いいね。どうだろう、わかりますか？こっち塗ってなくて、こっち塗ってる方。一応じゃあ両方に塗ってみますね。あ、間違った。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ハイライターのとこにチークを塗ってしまいました。うん、いい色。じゃあね、リップも塗っていきますね。このチークに絶対似合う、じゃん、このロレアルパリのシャインオン920のお色を塗っていきます。これをポンポンポンってして、ちょっと薄付きで塗っていきます。はい、こんな感じです。ちょっとだけこうボリュームが出るように、このディオールのリップマキシマイザーコラーゲンアクティブかなっていうのをこの中心に塗っていきます。そうしたら今日のメイクは完成です。One step forward and another backI would never try to fool ya I'm one heartbeat away from going mad Girl, when you look like that Close up. どうですか？参考になったら嬉しいです。では、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。